ギョームタラバルはフランス生まれでスウェーデンで活躍した装飾画家である。パリ生まれで幼い頃に両親を失い、マリアンヌ・フランソワ・ギルマールに育てられ、後にその娘と結婚することになる。ギルマールから絵画の手ほどきを受けた後、ロココ様式の装飾画家、クロード・オードラン三世に弟子入りする。パリで修行中の建築家、カール・ホーレマンは、 スウェーデン人デコニコデムステッシンから、ストックホルム宮殿再建の仕事を引き継ぐ。地球を得た、パラバルは、推薦を経て8人の美術家と共に雇われ、ホーレマンの下で働くことになる。1732年7月のスウェーデン入り駒もなく、現地で働く、フランス人装飾画家たちのリーダーとなり、宮殿の重要な装飾画を描いた。スウェーデンで働きながら、 母国フランスに派遣され、新しい芸術を研究して、スウェーデンに伝える役割も担った。スウェーデン時代の弟子に、ヨハン・パッシュがいる。スウェーデンの美術教育の始まりに、重要な役割を果たし、1732年に、開いた美術の私塾は1735年に、公的な機関として認められ、やがて、スウェーデン王立美術院に発展する。週に4回、 宮殿のホールで行われた野学から1730年代に宮殿で働く有能な美術家たちが育っている。息子のうちジャンユーグ・タラバルはフランスで画家になり、ローマ賞を受賞。もう一人のルイ・ギュスターブ・タラバルは建築家を志す。ありがとうございます。